16番のドライゼ最後に収まります。16頭スタートしました。6番のカフジオクタゴンがやや遅れました。内から1番デリカダコースタート、外から12番のロードバレンチ、今日も積極策を見せますロードバレンチ。その内から7番のテオリカードが並びかけていきますが、12番のロードバレンチ花を譲らないか。3番手今日も先行策、外を通って9番サンデーファンデー、内から1番のデリカダ続いて1コーナーのカーブに入りました。その後ろが10番のワールドリバイバルです。1コーナーから2コーナー、12番ロードバレンチ先頭、リード1馬身半ぐらい、今日も先頭です。7番テイオーリカード2番手、3番手インコース1番デリカダ、それから1馬身差、9番サンデーファンデー4番手、第2コーナーからバックストレッチです。そこから3馬身空きました。10番ワールドリバイバル、外を通って徐々に進出、3番アウトレンジ、このグループには2番キングストンボーイ、13番オリオン固まっています。2馬身離れて残り 1000m、 8番のロコポルティ、その後方11番マリオロード、あとは外を通って15番ゼットリアンは中段よりもやや後ろ、4番のアルーブルドが続いていきます。その後ろ2馬身離れました。まもなくスタートしての 1000m ですが、今60秒6、1分0秒6で通過。後方は10番のワールドリバイバルがやや位置が下がって、その外を通って16番のドライゼ、それから6番カフジオクタゴン、後方の2頭は14番マサハヤニースと600を切って、外から5番のインプレスが進出です。4コーナーのカーブに入っています。12番のロードバレンチ先頭、リード1馬身半、激しく手が動いて7番のテイオーリカード2番手、外目から上がっていった3番アウトレンジ、13番のオリロン、4コーナーから直線に向きました。その後ろ外を通って8番ロコボルティ、2番キングストンボーイ、先頭12番のロードバレンチ粘っていますが、外から8番ロコボルティ、8番ロコボルティ、間から3番のアウトレンジ200を切った、さらには2番のキングストンボーイも追い込んでくる、先頭抜けた8番のロコボルティ100を切りました。2番手は2番のキングストンボーイ、3番手3番アウトレンジか、先頭は8番ロコボルティゴールイン、2番手2番キングストンボーイ、3番手は最後4番アルーブルトか、内3番のアウトレンジか。